皆さんおはようございます。新年明けましておめでとうございます。2023年1月1日新年の礼拝プログラムを始めさせていただきます。まず聖書をお読みします。本日の聖書はエレミア書29章の11から13節になります。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。以上です。アメン。新年明けました。第2コリント5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。2023年新しい年を迎え、これからも神様を大事とし、日々イエス様を着て主に仕え、主と共に歩めますように、そのことを祈りつつ、栄光イエスにあれをご一緒に賛美したいと思います。ご起立いただける方はどうぞご起立ください。この新しい年、私たちひたすら前を向いて歩み続けていきたいと思います。フィリピの3章13から14節、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって歩み進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。神様、私たちはこれからもこの一年、あなたによって与えられました
心より感謝しつつ、この一年もあなたと共に、あなたに向かって歩み続けていくものとさせてください。そのことを祈りつつ、聖歌の361番、新年の朝をご一緒に賛美いたしましょう。主の祈りを捧げしましょう。ご起立いただける方はどうぞご起立ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではお座りください。本日の聖書箇所は創世記12章1から4節になります。主はアブラハムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪おう。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラハムは主が告げられた通りに出て行った。
ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時、アブラハムは75歳であった。以上です。一言、司会者が祈祷させていただきます。愛する天のお父様、2023年、新しい年を、この1月1日、第1日目を、このベニス教会で、愛する兄弟姉妹と共に、あなたを讃え、あなたを賛美する礼拝を持てますことを心より感謝いたします。